皆さんこんにちは。どうも、区長に就任して3回目の記者会見でありますが、前回は約束をした通り定例会の冒頭には必ずやるということで、今回はそういう意味では2回目でございます。先ほど定例会の初日でありましたので、区議会定例会の初日で私の方から所信表明を申し上げておりました。今日はそのことを、話題の中心に、それから初めてご質問があればという形にしたいと思います。お手元にこのコピーが、ホームページのコピーが配ってあるんでしょうか。お読みいただいたかと思いますが、これは大きく3つの柱といいますか、1つはですね、言うまでもなく、区政運営の新しいビジョンを今作っていると、そのことの報告で、練馬の未来を語る会といったものをはじめましてですね、保育であったり介護であったり、あるいは農業であったり、いろんな方々と話し合いも続けておりますが、それからまた町内には若手職員のワーキンググループを設置をして議論を始めております。私自身も関係部から、毎日のようにこのところ議論をして話を聞きながら内容を詰めていっております。今年度12月の草案公表、お約束通り草案公表を目指して策定作業を進めている、そのお話が一つと、それから二つ目の柱として、今回の議会に定例会に提出をしている、案件があります。それに絡んだお話をいくつかしております。三つですね。子育ての問題、これは国の新しい子育ての支援新制度ができますので、それに絡んでうちの府からも条例の改正を提案しておりますが、それを中心に子どもの問題について述べております。それから2点目には、やはり今度は病院の問題ですね。新しい病院を大泉学園町に療養型病院の整備を予定どおり進めていると、でこのお話を中心に、これは個性では関連用地の取得費を組んでいるわけですが、このお話を中心に、医療の問題ではどうやっております。3点目は、都市農業の振興であります。これも市民農園の廃止回収、あれ、農の学校の開設といった条例の提案をしておりますので、それに絡んで農業の話をしております。私も選挙でお話をした保育であるとか高齢者とか病院とか、そういった問題は当然でありますけれども、都市農業についてはですね、区長になってささか認識を改めたというか、考え方はちょっと転換した気がしております。それまではどちらかというと東京都で行政やっておりましたので、なんとなく印象としてですね、都市農業といっても結局はその農家の皆さんの、いや、一種の資産保護じゃない、保全じゃないかっていう気持ちが強かったんですけど、実際上いろんな方と、熱心な農業者の方と話し合いをしたりですね、あるいは現場を見たり、また関係者といろいろ議論をする中で、やっぱりこの都市農業っていうものが練馬区の大きな魅力っていうんでしょうか、それがあることによって大きな空間が広がり、緑がありですね、それはいわば不可欠の都市施設である、大きく言いますとね、そういう都市装置であると言っていいんじゃないかと。練馬に限らないでしょうけれども、練馬区というのは23区の中でも都市農業をやっている面積というのは23区の4割なんですよね。そういう意味では東京という日本を代表する大都市の中での都市農業のメッカとして、我々練馬区が中心となってですね、これが単に農業だけではなくて、防災であったり環境であったり教育であったり、さまざまな意味で都市農業というのは今から、保全していかなきゃいけないと。それは当然のことながら、農業をやっている方の資産保全のためではありませんから、そことの両立、そうならないようにですね、私も制限も課さなきゃいけないし、そう言われながら頑張っていきたいなと思いを強くしております。その問題が一つ。これが今お話した三つが主として、今回の議会での条例の改正等の提案に絡むものであります。あと二つは、練馬祭りが、10月19日にやりますので、そのお話、またそれと絡めて来年の3月29日に予定しているハーフマラソンですね、その名称が練馬拳ハーフマラソンに決まったということ、拳っては練馬の木である、
やりまくの木木木というのかな、区の区木というんでしょうかね、でありまして、友情歓迎という花言葉を持っているところ、花言葉にふさわしいマラソンにしたいというのが願目であります。それからもう一点、大江戸線の問題についてということです。これは国が今年の4月に交通政策審議会に諮問していろいろ議論が進んでおりますので、それを睨みながらですね、必ず実現していかなくちゃいけないと。で、私はこれも区長になるまではちょっと問題意識がねちょっと弱かったんですけど、なってみて思いましたのは、別に練馬のためっていうこともありますけれども、東京全体って視点からもですね、防災であったりいろんな意味で大江戸線を延伸した、またそれは可能だろうっていうふうに判断をちょっと転換しておりまして、これについては全力でこの運政審の答申での位置づけをはじめとして全力で取り組んでいきたいと思っています。こういったところで今回の議会では大きな課題というか大問題をということではなくて、今まで、新しいビジョンについて現在進めている状況と、それから、状況の変化に伴って子ども、病院、都市農業について条例等を提案したので、それについての話と、そういった形で今回の議会は議論が進むと思います、そういう意味では若干まだ中途半端な時期ですけれども、とりあえず私の方から今回の趣旨についてはご説明させていただきます。よろしくお願いします。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。恐れ入りますが、質問のある方は挙手をお願いいたします。また質問の際には会社名とお名前をお願いいたします。質問ある方挙手お願いします。はい、どうぞ。地元の練馬新聞の斉藤です。9月に入りますと我々最大の関心事はですね、今時代から起こされている裁判の問題だと思うんですね。9月に一応裁判の決心ができるということでございますけれども、2年前の春にですね、撤退した日大光の窓の病院に関する、保証金の問題で当時も揉めておりましたけど、50億とかですね、それを返さないという方の争点だと思いますけれども、市長としてはこれをどういう形で収束するのが一番望ましいと思っているのか、またその展望を含めてご見解をちょっと聞かせてください。判決があるのはですね、確か9月17日だというふうに予定されているのはですね、あると言っても決まったわけです。予定されているのは17日だと聞いておりますけれども、それを見てみないとね、もちろん何とも言えないわけですけど、勝つのか負けるのか分かりませんから。ただ私は、区長として、これまでの経過も踏まえながらですね、日大との関係、医学部だけではなくて、日大との関係トータルについては、これまで、区の方からすればね、いろんな意味での信頼関係を上げられたという思いもあるでしょうし、いろんな経緯があったと思います。それは十分考慮しなくちゃいけない。しかし同時に他方で、長い目で見てやっぱり区民におかしな負担がかからないようにもしなくちゃいけませんし、そこをきちんと見ながらですね、両方を睨みながら、区にとって一番いい判断をしていきたい。ただいずれにしても判決が出ないとね、今だって何とも言いようがないです。その辺の展望は私もちょっと今何と言いようがないですね。斉藤さんのお尋ねでは申し訳ない。いや、試験でございますけどね、いずれ解散なくならないご状況と思うんですので、私としてはですね、やっぱり今の区長が取り組んでいる行財政改革にね、専念するためにですね、これを早くですね、決着してですね、そういうくだらんっちゃおかしいけども、前任の区長の時代のあれみたいな積み残しと。ものを早く処理してですね、やった方が逆に練馬区としてイメージ上がるんじゃないかと思うんですね。返さないなんて常識的にはありえないわけでございますのでね、ちょっと思ってるんですけども、それに加えて何かございましたら、今のお話は私への応援だと、考えさせていただきます。ありがとうございます。それでは、他に質問のある方はお願いいたします。どうぞ。東京新聞の杉戸です。よろしくお願いいたします。大泉学園で関越道の高架下に高齢者センターですとかリサイクルセンターを作るという計画が進められている件なんですが、区としては今専用許可申請を出された状態で、
が最近一番直近でも住民から選挙を出されるなど、まあ、反発もかなりあるというふうに伺っていますけれども、あの場所にその高齢者センターを作ることについて内閣省が今どのように考えておられるかということと、それから計画全体今後どのようになさっていくのかということを教えてください。私はですね、区長になるまでは正直言ってあまり詳しく知らなかったんですよね。で、高齢者センターって名前だけ聞いてるとね、なんだか最初の印象では収容施設か通所施設を作るのかな、なんで国家主体に作るんだろうと思ってましたけど、選挙に出るまでですよ実際に聞いてみるとそういう施設じゃないんですよね。名前がね、高齢者センターって言っていかにも福祉医療施設みたいな印象を与えるけれども、そういうものではないと。そこのところのですね、申し訳ないけどマスコミの皆さんにもきちんとお伝えいただければと、逆にこれお願いなんですけれども、名前だけが独り歩きしてイメージがちょっと悪いイメージを持っている面があるんじゃないかと若干危惧しています。で、私は東京都に入ったのは昭和46年ですけど、ずいぶん昔ですが、当時は有楽町で勤務をしておりました。有楽町っていうのは高速道路から JR からですね、ガードした、高架したっていうのは、いろんな施設、飲食施設をはじめとしていろんな施設がそれこそ山積してるわけですよね。で、そういう施設をずっと見ておりましたし、そこでその下で遊んだりしておりましたので、それ自体が問題だという意識は正直言うとちょっとどうかなと、その辺は区民の皆さんによく理解していただくのが必要かなと思っております。で、どっか他に作ればいいじゃないか、それはそういう議論もあるでしょうけど、なかなか土地や場所がない中でですね、できるだけ工夫をしながらそういう高架下も活用してやっていこうというこの職員の努力については、私はこれは評価していいんじゃないかと思います。ただやはり今冒頭にお話をしたように、誤解がないようにですね、そしてきちんと丁寧に説明をしなくちゃいけないし、ぜひ住民の皆さんにも積極的に支持していただけるように頑張っていきたい。日本経済新聞の候補だと申します。初めて質問させていただきます。都営大江戸線の延伸についてちょっとお伺いしたいんですけれども、まあ、今交通政策審議会もですね、国の方でも、ヒアリングという形で、やっぱり五輪まで、またはその五輪後という意味合いの中でですね、いろんなその地下鉄8号線とかですね、都心直結線、JR のいろんなものがこう動きが出ている中で、やはりこの練馬区のこの大江戸線というのは、23区にありながら鉄道の区画地帯が多いという、そういう大きな課題があるということで長年取り組まれてきたと思いますが、そういう五輪後に向けてという流れの中でですね、やはり区長としてこの大江戸線の延伸というものをこうの必要性というものをですね、ちょっとその中でどう考えられているかということとですね、合わせてこれから国や東京都、あと東京都では知事本局長なんかもされて、長年、都市に絡んで、携わっておりやしていらっしゃったかと思うんですけれども、そういうところに向けて、今後どういうふうな取り組みをされていきたいか、伺いたいと思います。もうオリンピックに向けて、都市インフラ整備、交通だけでも、鉄道だけでもですね、8号線とかね、あるいは最近は鎌浜線まで浮上してきて、いろんな形で問題になっている。で、一方、練馬区の大江戸線っていうのは、その必要性っていうのは、オリンピックだからというんじゃなくて、今お話があったように鉄道交通の区画地域を、なくさなくちゃいけない。ただ生活上のむしろそういう意味では本当は優先度高いんですよね。さはさりながら東京都の財政事情も考えると一挙に全部ということはありません、できませんよね。そこは当然ちょっと相談しなくちゃいけない。ただオリンピックといっても10年後というわけではありませんから、もうすぐですから、その仮にオリンピックを見ながら日程を決めていくにしても、もう早々にいろんな意味での事務作業とか着手しないということですので、いつになるか分かりませんから、それをやっていきたいというのが私ので実務的にやりたいと。でこれまで練馬区というのは頑張ってきたんですよ。それこそ地下の鉄道を引くためにですね、土地区画整理を進めてね、道路を引いたりとかやってきたんだけれども、
どちらかというと練馬区の側の思いが強くてですね、それに対して都とか国とかがね正面から答えてなかったんじゃないかって違う私はしてるんですよね。で鉄道を引くからには当然ながら財政負担をどうするかとか、それから、当然ですが国や都にどれだけ大分の負担とか支援をしてもらえるのか、その辺をきちんと質問的に話していきますよね。そこを私はこれから、今お話がありましたけれども、これまでの自分の行政経験も踏まえてですね、特にまあ都なんかとよく話し合いをしながらね、実務的に取り組むようにやっていきたい、そう考えています。一生懸命やろうと思います。よろしいでしょうか。はい、では次新聞よりあるでございます。よろしくお願いします。補正予算についてなんですけども、ちょっとまあ いつってはっきりおっしゃるのは難しいとは思うんですけども、いつ頃に提案される予定なのかと、最終日に提案とかではないと思って、はい、私の事務的にいつというのはちょっと難しいと、いつだっけな、佐々木さん。今出ます。議会日程表がありますので。ちょっと待ってください。あ、それを探してる間に質問は続けてください。当然会期中に出してね、当然やるんですけど。で、今日東京都2時の段階で決算、昨年度の通常会計決算を発表しまして、まあ、練馬区もその経常収支比率だったり、まあ、財政状況の好転というのが見て取れるというところで、まあ、今現在その財政状況について、まあ、府省も、まあ、財政健全化というのを進めてらっしゃるかと思うんですけども、手応えというんですか、どういった状況にあるのかというのをご紹介いただきます。補正でですか、補正も含めて一般的に、補正もし絡むようだったら補正、まあ、今回の補正は約60億ですけれども、ご存知の通り、まあ、まだ行ってないかな、そのうち財調の交付金の増がですね約30億ぐらいだったんですかね。だからそういう意味で言うと、あとは当然ハード関係のやつで記載もありますので、財源としてはその財政の交付金の増が多いということは事実ですね。で、補正の柱としては2つありますよね。1つは、まあ、当然ながら今回の当初予算からですね、その後の事情変更でね、予算が必要になった、例えば設整備であったりとかですね、そういったものへの支出と、もう1本は地域経済の活性化、これまでずっと毎年やってきたんですけどね、これまでどちらかというと不景気の中での、まあ、経済刺激っていう意味が強かったんですけど、今回は日本全体としては経済が好転しながらもですね、回復まだ基調が続いていますけれども、そういう中で練馬区の中で必ずしも地域レベルでは全体に行き渡っていないと、そこに対して、まあ、活性化の材料を与えようと、そういう意味ではちょっと違いますね。その2つが大きな話だと思います。しました。今回の補正予算案でございますけれども、9月24日提出予定でございます。9月24日提出予定でございます。よろしくお願いします。失礼しました。よろしいでしょうか。その他に質問ある方お願いいたします。はい、どうぞ。練馬放送の匠と申します。よろしくお願いします。先ほど区長のお話の中に、今年の練馬祭りが年前に移ったという話も出てまいりました。で、さらにアニメカーニバルも同時に行うということで、豊島園についてまた今後いろいろ注目される機会も多いと思いますが、まあ、今までに、練馬区として特に今、前任の区長の、時にも防災公園かという話等々も出てまいりましたけれども、前川区長にとって今後練馬区、まあ、行政、まあ、区役所から見て豊島園をどういった形で、まあね、まあ、練馬区民の財産というふうにも考えられますけれども、そういった形でこう今後生かしていくかということの、ご見解を伺えればと思います。豊島園についてはこれまでも練馬区の行政では区の大きな4大課題でしたかな、その一つに挙げているわけですよね。で、そういう中で東京都が防災公園に指定をしていて、そしてこれを都として購入をするっていう方向に方針がちょっと変わりましたよね。で、そういう中で私どもは東京都が防災公園にしていくのであれば、その前提を変えるってことはちょっとそれはありえないでしょうから、それと両立する形でね、防災機能と合わせてやっぱり賑わい機能についてはできるだけ確保していきたいと思っています。それを具体的にどうするかですね、それはいろいろ会派によってもいろいろ意見があるでしょうし、それは私の方の
要請の当局としてはまだ議論を詰めているわけではありませんので、ちょっとまあできるだけ、まあ、防災公園の整備の問題と睨みながら、ね、決めていきたいと思います。ありがとうございました。はい、他に質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、また分かりませんけど、まあ、区長が今着手している組織のスリム化であるとか、まあ、職員の意識改革とか、大変素晴らしいポイントポイントという改革を進めているのは注目しているんですけども、実はちょっと古いことでございますけども、区長が区長におられた時にですね、地方自治体を良くするため、地方自治体を良くするために墨田区に出向しているんですね、2年間。それちょっと聞きたいことなんですけどね、実はその2年間で何を学んで何を担当してきたのか、その経験をちょっと披露していただきたいと思うんですね。そうで何を学んだのか、はい、私はよくまたそれを調べていて私は30代の終わりの頃にですね、練馬、失礼、墨田区の産業経済課長になりました。2年半やりました。で、私の行政経験は今でいう福祉行政から始めて、さまざまなことをやってきて、どっちかというとそのたびにまあ戦いの日々だったと思っているんですけれども、一番行政の担当者として勉強になったのの一つは墨田区だったなと思っています。日本の社会の構造っていうのが、ああそうか、地域レベルではこうだって、例えば自民党がいて、公明党がいてですね、党派レベルですね、それから国会議員、地方議員、それから町会があり、自治会がありですね、でその中にいろんな小さな製造業があったり、商店があったり、都市だ、まあ、こういう生活をして、こういう産業事業があって、その中でこういう形で行政の要望が生まれ、行政の要望が生まれ、行政需要が生まれ、それが国に伝わり、都に伝わり、国に伝わってやっていく、そういう中で自分はどうやっていこうかと。で、私は若い時、最初の身の毛都政で希望して入ってですね、福祉やりましたんで、今度の選挙でも行政とは改革だって言ったのは別にためにして、格好をよく受けるために行ったんじゃなくて、割と私単純な人間ですが本気でそう思ってる。で、そういう信念を形成する上で一番大きかったのはやっぱり、ね、墨田区での経験もまた一つあるのかなと思います。で、これは練馬区についても同じ信念でやろうと。つまり他に、私は大変今ご質問があったら口はばったいことを申し上げますが、仕事をするために区長になったと思ってますから、この期間をうまくやろうと思って、ただ時間を過ごす気は全くありませんので、多少のいろんな抵抗があり、いろんなあれがあってもですね、練馬区を23区の中でも大きく発展させていきたいと、そのために区の職員の力も最大限ですね、あれに見ては職員も知った激励しながら引き出して一緒にやっていきたいと、そう思っています。そういう意味では墨田区の経験も踏まえてですね、しっかりやっていこうと。で、幸い私は都政全体、東京都全体の視野に入れた取り組みも長いでやってましたので、両方見ながらですね、本気でやっていくこと。それ一つ、もう一つ関連してですね、まあ、謎解きなんでございますけども、区長は財務の上でですね、いえば、企業方言は人にあり、王道は我にありというですね、やっぱ勝海舟の言葉を使って立候補して当選したわけですね。この勝海舟は墨田区の出身でございます。それで、区庁舎の前にですね、立派な勝海舟の銅像が立っています。練馬区にもいっぱい勝海舟のファンがありますから、その終焉の地の長屋門なんか散歩寺の方にありますけれども、ただですね、鹿児島出身の区長がですよ、うん、なぜですね、まあ、勝海舟と西郷どんは東京を守った、江戸を守ったって言うんで功績があるわけですけど、どっちが偉いかってことで言えばですね、おそらく西郷どんの方がですね、私は当時の事件としてはですね、偉かったと思ってるんですよ。それをなぜですね、鹿児島出身の区長がですね、西郷どんからの政治メッセージじゃなくて、その、勝海舟の方の言葉を自分の座右の前に言葉にしてるかって、その謎で私見ておりました。もしかしたらこれは経歴詐称じゃないかと。なぜなのか、その辺ちょっと
あれ、私はですね、別に勝海舟の言葉だからってわけではなくて、あれは確かもともとは臨済かなんかの禅の、禅師禅の言葉じゃないですか。いや、そうじゃないんですよ。確かそうじゃない。いや、もともとはそうだと思いますよ。江戸会場のですね、いや、それは、もちろん知ってます。その時も、福沢が、福沢さんが、福沢が批判した。批判の手紙をくれたんですよ。そうですけど。その時の反論としてあの言葉を使った。いや、それはもうよくわかってますけど、はい、それで、はい、それは100も知ってますが、ただ元を正せばですね、勝海舟の独自性っていうよりはそういう言葉自体があったんですよね。で、私は別に鹿児島で育ちましたけど、どちらかというと私は子供の時は、まあ、こんな話をここでするのもあれですけど、みんなが周囲が最後最後とかいうのは嫌いでですねなんでだよと思ってましたね。で、かといって勝海舟が好きってわけでもありません。勝海舟がああやって後編は人にあるなんてかっこいいことを言ってね、どかれ言い訳をしたって言うんですね。実際上明治新政府で立身栄達したことは間違いないわけですから、それについて私はあまり好きじゃありません。だから勝海舟の言葉っていうわけではなくて、そういうその一つの言葉自体としてね、そう自分の生き方はそうありたいなと思っているだけです。だからむしろそういう意味で言うと、私は好きなのは漱石であったり、方がより漱石ですかね、そういった方がはるかにそういう言葉にぴったりくるかなと思ってますけど。特徴は鹿児島は何年おられたんですか。高校出るまでいました。あ、小さな時からね。わかりました、はい、鹿児島もいろんな人いますから、はい、はい、それでは他によろしいですかね。はい、ありがとうございます。読売新聞の針間です。先ほどの話にちょっと戻ってしまうんですけども、一番最初 の9月17日に決心して、判決が出て、その日に12は何かこう方針とかコメントっていうのを出していただけるんでしょうか。できるだけ早く判断をし決断をして、もちろん記者会見もして発表しようと思います。時間に報告する。ただその日のうちはですね、これは要は直接は法的な論点の問題、論理解明の問題なんです。プロにも相談しなくちゃいけませんし、その準備はしてますけど、ちょっと2、3日準備、時間をいただきたいなと思います。他、よろしいでしょうか。はい、それでは、時間前ですけれども、これで、前川局長の定例記者会見終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。